皆さんこにゃにゃちわなのだ。ヒカリニウムなのだ。今日は久しぶりにブックレビューの動画を作るのだ。今回紹介する本はバカボンのパパとの老子という本なのだ。書いた人はドリアン助川さんで、この人は昔叫ぶ詩人の会というバンドの歌手をやっていて、今は作家さんなのだ。出版社は角川書店で、出版年は2011年なのだ。腰巻きを見るとバカボンのパパとそっくりの老子が描かれていて、バカに見えれば本望なのだ、欲がないと静かなのだ、バカを貫くのだと書いてあるのだ。これでいいのだ。この本の概要なのだ。この本は老子の教えについて語った本なのだ。ドリアン助川さんはとあるカルチャーセンターで老子について教えていたのだ。しかし生徒さんたちがつまらなそうにしてたのだ。そんな中、たまたま見た老子の姿がバカボンのパパに似てることに気がついたのだ。それに気がついた助川さんは藤尾プロに許可を取って、バカボンのキャラを使って老子の教えを分かりやすく説明する本を書くことにしたのだ。この本ではバカボンのパパが老子の教えを語ってくれるのだ。これでいいのだ。用語の説明なのだ。老子の教えについてはいろいろと難しい用語が出てくるのだ。そのため老子の教えの中で大事な2つの用語について簡単に語るのだ。タオについて。タオとは目に見えない世界と見えている世界をつなぐ道のようなものなのだ。目に見える世界にあるものはすべてタオを通って現れるのだ。僕について。目に見える世界にあるものは目に見えない世界から僕というものすごい小さな要素に分割されて現れて、組み合わされて形を成すことで出現するのだ。僕とは今でいう素粒子のようなものなのだ。これでいいのだ。レビューを始める前になのだ。この本は一般的な老子の本にある老子の時代の漢文と書き暮らし文と、ドリアン助川さんの現代語訳、そしてバカボンのパパの読んだ跳躍という構成で書かれているのだ。今回のレビューではそのうちのパパの跳躍の中からいくつか短めのものを適当に省略しながら紹介しようと思うのだ。しかしそのまま読むと YouTube さんに怒られるかもしれないのだ。それとバカボンのパパの真似は難しいのだ。これでいいのだ。水は大事なものなのだ。善のチャンピオンは水のようなものなのだ。わしらは喉が渇いたら水を飲むのだ。水はあらゆるものに恵みを与え、しかも水同士では川だ海だとその出身を争ったりしないのだ。それでいて水は地位で言えばみんなが嫌がる一番低いところにいるのだ。そういうわけだから水は他を一番近い存在なのだ。水に学ぶとわしら人間もまた立場としては地面のように低いところにいるのがよく、何かトラブルがあった時にはなるようになると思って自然任せにして人と争わないようにするのだ。これでいいのだ。ぎゅうぎゅう詰めの部屋には住めないのだ。自転車のタイヤは30本のスポークがタイヤの軸に集まってそれで丸くなっているのだ。スポークで支えられている何もない空間があるからこそタイヤはタイヤの働きをするのだ。バカボンが粘土で丼を作るのも同じで、何もない空間があるからこそ丼の役割を果たすのだ。戸や窓の穴を開けて部屋を作るときも同じで、何もない空間があるから部屋の働きをするのだ。タイヤは部屋は何もない空間があるから使えるのだ。これでいいのだ。ジャンプする前にはかがむのだ。木々は曲がることで光の差す方向へ進むのだ。サクトリムシはぐいっとかがむことでまっすぐに伸びるのだ。くぼむことでそこに水がたまるのだ。服がえばられることで新しい服を作ってくれるのだ。少ないからこそ得られ、多ければ迷ってしまうのだ。大昔のどえらい人は竿だけを大事にしてみんなの見本になるのだ。どえらい人は他人に喧嘩を売ったりしないから喧嘩を売られることもないのだ。
曲がることやかがむことを恐れずに行っていけばいいのだ。これでいいのだ。つま先立ちでは長く立てないのだ。つま先で立とうとする人はずっと立ってはいられないのだ。バカ歩きの大股で急ぐ人は遠くまで歩いていけないのだ。自分の見ている世界が全てだと思っている人は物事の本質が見えていないのだ。自分が正しいと思っている人は物の道理が理解できていないのだ。他を生かされているあらゆるものはこうしたものを嫌うのだ。だから他を身につけた人はこういうことをしないのだ。これでいいのだ。騒がしくしないのだ。重さがあるから軽さが生まれるのだ。静けさは騒がしさを飲み込むのだ。そういうわけだからどえらい人は一日中旅をしていてもあっちに行ったりこっちに行ったり軽い行動をせずに食料を積んだ荷馬車を大事にして離れないのだ。立派な景色や建物を見ても大騒ぎすることなく落ち着いているのだ。いちいちいろんなことに反応して大騒ぎして浮ついていると王様の理由が失われるので、これでは良くないのだ。タオにもつけて流れ込むのだ。タオは永遠なのだ。しかも名前を持たないのだ。削る前の木材、僕は小さくてもタオそのものだから、どんなにドライフでも古文にはできないのだ。もし王様たちがタオのあり方を大事にするなら、あらゆる命あるものが踏んで消え伏してくるのだ。お空と地面が仲良く手を取り合い幸福の地を降らせるのだ。みんなはいちいち命令されなくても自然にまとまって従うのだ。タオがこの世界にどんな風にあるのかというと、川や谷のいろいろな流れが大きな海に注ぐようなものなのだ。そこではクジラも逆立ちができるのだ。これでいいのだ。死んでも知らないのだ。他人のことが分かっちゃう人が知恵のある人なのだ。でも自分のことが分かった人はもっと目が開いている人なのだ。他人に語る人は腕っぽしの強い人なのだ。でも自分に語る人は力持ちよりも強い人なのだ。自分の持っているもので満足できる人は富んでいる人なのだ。努力を惜しまない人は望みを叶える人なのだ。自分が本来いる場所を間違えない人は長く栄光の立場にいるのだ。それとタオと共にいる人は永遠にそうから死んでも知らないのだ。これが本当の長寿なのだ。これでいいのだ。まとめなのだ。以上、バカボンのパパという老子という本の内容を紹介してきたのだ。しかし、バカボンのパパの真似はものすごく難しいのだ。富田康生さんや雨森雅治さんは素晴らしい声優さんなのだ。それと、老子の本を読んでみてひょっとすると、老子は今でいう量子力学を知っていたのではないかと思うのだ。何もない世界からタオを通って現れた僕が組み合わされて目に見えるものができるという考え方は量子力学そのものなのだ。これでいいのだ。以上、光ニウムがお送りしたのだ。